うおぉ、せめっちゃ減った。やべべべべべ、うわぁ、なにこれ強っ。はは、強っ。減りすぎやろあれ。いや減りすぎ減りすぎ減りすぎ、なにあれ、めっちゃ強いやん、あの突進。橋の子もめっちゃ伸ばしてるしな。あーもうやだ、強すぎ強すぎ、なんだこれ。こっちは気合で頑張ってんのにさ。うまっ、歩いた、うまっ、うまい今の、うまっ、今ちゃんと歩いてきた。めちゃくちゃコンボ伸ばしてくるな。おお、これか。こっちは気合で対抗、この勝ち組野郎め。うわうまい、うまいというか、なんだこれ、つつつつつつ、これで対抗じゃない。こっちはこれじゃ、よし、こっちには気合がある。そうだろ。いや空中波動あれいいね、いやらしいね、動けない。でもあれも結構職人なんよね、多分空中波動ミスって上り攻撃とかたまに出てくるから。マジ強いからな。おお、なあ、もう寝た寝た。ああうまい。そのネタ懐かしいな、あったな、灼熱アシュラあった。2年ぶりぐらいやられた。ああ、シュ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 パン。うまっ。
うまっうまっ、往年の花月会だな。これ中盤、なるほどね。膝に対して中盤竜巻か。しかも中盤竜巻もあれかな、強度がいい竜巻が強くなってるのかな。影楽しそうだな、いいな影、いいな。下中パンチ振ってたまに弱突進で突っ込んで飛んできたら落として EX 昇竜で、あれ何フレこれ、好き、みんな強化した V トリに使ってないな、アキラ。ダイヤシが負けた。よーし、アレックス使おう。間違えた。えい、結局お兄ちゃんなんだな。誰も使ってないもんな。でもアキラも結構使ってる人多いな。まあ面白いキャラらしいからな、アキラ。おい、なんだ有利、やめろ。あ、フラギャンねや。なに知らんて、なんやねこれ、ちょ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 、漏れとるやん。な、2回でんのあれ、キャリー、あの技。レンガにしとけ、レンガに。そういうのはよくわからんから。きたー、来た来た。どうよ、あ、選べんねや。これでもまだ気合が弱いと思うすか。あれ、おい、来た。落とすよ、落としますよ。うお、弱い。あぶらぶら、あぶらぶら。いやはは、もう。これが豪気の強さです。あー出ない。あのルークよりアキラの方がきついな。わかったけど、あのわからん殺し要素が多い、こっちの方が。ルークあんまそれがないねんな。結構アキラきついわ。
セイ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 、あいえ、うん、ルークはね強いけど普通のキャラやもんね、言うたらアキラはちょっと特殊な技が多い。状況いいね。おお、空投げタイプ。ぬーん。ぴょん。ちょ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 。ぴょん。はい。飛びますよ。落とさないなら飛びますよ。よしよし。うん。